多元接続周波数分割多元接続とは、電波の周波数帯を複数の帯域に分割することで多元接続を行う無線通信技術である。各無線局にはそれぞれ異なる搬送周波数が割り当てられる。要求割り当て多元接続の場合、接続確立時と終了時に何らかの制御機構を必要とする。その結果、任意の部分帯域を どの地球局にでも割り当て可能となる。FDMA には要求割り当ての他に固定割り当てもある。要求割り当ては統計的割り当て処理を使って一時的に搬送周波数を割り当てることですべてのユーザーに対してトランスポンダの帯域への連続のアクセスを可能とする。世界初の要求割り当てシステムを開発したのは COMSAT 社でインテル SAT 衛星で使われた。 FDMA は技術的には比較的簡単に実装可能であるが、相互干渉を避けるためのガードバンドが必要であり、スペクトル効率は TDMA や CDMA に比べると低い。第一世代移動体通信では FDMA 方式が採用されていた。ありがとうございます。